ンピース海賊無双3。ルフィさんたちの冒険の記録です。この世のすべてを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。頬を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため、そしていつか海賊王になる夢を果たすために故郷の村を旅立った。しかし海に出て間もなく遭難してしまう。なすすべなく漂流していたルフィを助けたのは、とある女海賊の船で雑用係をさせられていたコビーという少年だった。海兵志望のコビーは海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗。その勇気を気に入ったルフィは女海賊を倒してコビーと共に海へ出る。やがて二人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する町シェルズタウン。そこには海賊狩りの異名を持つ剣士ロロノア・ゾロが囚われていた。強い仲間が欲しいと考えていたルフィはコビーが止めるのも聞かずにゾロが囚われている海軍の敷地へと入っていくのだった。俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。で、まさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すんじゃねえだろうな。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前悪いやつだって評判だからな。
前に逃がしてもらわなくても、俺は自力で生き延びる。一ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ、解放されることになってんだ。何が何でも生き延びて、俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあ、ゾロが捕まった理由ってのは、町の人を助けようとしたからなのか？ええ、そのことで、ここの基地を治めるモーガン大佐という人を怒らせてしまったみたいです。あの人、噂通りの悪人なんでしょうか？ドロナーゾロの公開処刑は密告に決まったらしい。ひどい話だが、大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。一ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビ、これはゾロを仲間に引き込む。ただじゃ済みませんよ。例の大佐が怒って下手すれば海軍が動く恐れも。そん時はそん時だ。俺ゾロに会ってくる。ゾロを仲間に誘うぞ。ここでは冒険の準備ができます。ルフィさんたちの冒険の記録です。
誰も知らない冒険が待っています。おい、ここから先は立ち入り禁止だぞ。どけよ、俺はゾロに会うんだ。ゾロノアゾロの仲間か、一度捕まえろ。やれるもんならやってみろ。ここは倒産ぞ。来たのか。海賊の勧誘なら断ったはずだぜ。ほら、ルフィ、縄を解いてやるから仲間になってくれ。話聞いてんのかてめえ。俺にはやりてえことがあるんだ。誰が好んで海賊なんて下道になるか。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから。世間でどう言われてるかは知らんが、俺は俺の信念に後悔するようなことは何一つやっちゃいねえ。知るか、俺はお前を仲間にするって決めた。お前、大事な刀取られたんだろ。俺が奪い返してやるよ。そして俺から刀を返してほしけりゃ仲間になれ。何？タッチ悪いぞてめえ。よし、行ってくる。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。ソロの仲間らしき者が基地に侵入した模様です。なに、反逆者は皆殺しだ。さっさと始末してこい。処刑しろ。なんだと、約束が違うぞ。ルフィさん、処刑が早まったみたいです。急いで。
頑固の守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海軍がこっちに来た。誰だか知らないけど助かったわ。じゃあね。なんだあいつ。ここにもないよね。あった、グランドラインの海図。やっぱり海軍の基地にあったのね。どれどれ。もらったバギー？何よこれ。バギーって確か海賊の相手が海賊ならかえって盗みやすいわ。絶対に手に入れてやるんだから。ロローノア・ゾル、貴様の強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように、世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に立てつく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい？てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならやってやろうじゃねえか、海賊に。海賊にはなってやるよ。
剣豪になることだ。そうなりゃ名前の上浮上も言ってられねえ。世界一の大剣豪、海賊王の仲間ならこれくらいなってもらわねえと俺が困る。そうな奴がいねえぞ。見つけてぶっ飛ばしてやる。あの小僧、噂に聞く悪魔の実シリーズの何かを食ったに違いねえ。ピストルがダメなら切り殺せ。とっととそいつらを始末しろ。ゴム人間、それにノロノアゾロ、あんな奴らと戦えるわけがない。弱音を吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に弱卒はいらん。来てるぜこの軍隊は。絶対だ。逆らったやつは残らず処刑してやるぞ。ルフィさん、こんな海軍呼ぶしちゃえ。してまでどうしてこんな無茶苦茶なことを。言ったろ、俺は海賊王になるんだ。敵は海軍だけじゃありません。ワンピースは世界中の海賊が狙ってるんです。死にますよ。いいんだ、俺がなるって決めたんだから。そのために戦って死ぬんなら別にいい。僕にもやれるでしょうか。死ぬ気なら海軍に入って偉くなって悪い奴を取り締まるのが僕の夢なんです。小さい頃からの。知らねえよ。いえ、やりますよ。ルフィさんとゾロさんには自分の信念に生きることを教わりました。僕だっていつか海軍将校になってみせます。ロビーの夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。黙れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。
始末しろ。ピストルがダメなら切り殺せ。ゴムゴムの無事ナイス。ザラ、お安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため、海軍に町から追い出されることになる。実質、町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして、黙っているわけにはいかない。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し、本部への連絡は避ける。じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさん、君も仲間じゃないのか。え、僕は彼らの仲間じゃありません。待ちたまえ君たち。本当かね。俺、こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルフィさん、まさか。とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ2年間もそこで。やめてくださいよ。やったな、この野郎。やめたまえ。君らが仲間じゃないことはよくわかった。今すぐこの町を去りなさい。わざとか、わざと僕にけしかけて殴らせて、また頼ってしまった。僕はバカか。ここから這い上がれなきゃ本当にバカだ。僕を海軍に入れてください。何だって喜んでやります。海兵になるためなら。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。まずは素性を調べて。僕は海軍将校になる男です。
海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。入隊を許可する。大した猿芝居だったな。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。ルフィさん、ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。また会おうな、コビー。やっほー。シッ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 シ。
も知らない冒険が待っています。時は大海賊時代。ある者は海賊王を、ある者は財宝を、またある者は海賊の撃滅を目指して日々戦いに明け暮れていた。そしてここにまた一人、熾烈な戦いに身を投じようとする者がいた。何をしようと俺の勝手。俺は海賊だからだ。よし、行こう。
の武力を教えてやるぞ。てめえ、これで勝ったと思うな。ぶっ飛ばしてやった。手伝ってやるよ。やるじゃねえか、海賊を。今こそ俺たちが支配者になる。順当に進んでいるらしい。てめえが何者でも俺たちの敵には変わりねえ。名前を一生覚えてろ。俺は海賊王になる男だ。ヤッホー！シッ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 。
来い。絶対守り抜いてやる。なっかね、まだ負けと決まっちゃいないわよ。目標を確認したの。ドラゴンの息子か。本気で行く。殲滅する。行くぞ。敗れた以上飛行。負けねえよ。俺は海賊王になる男だ。攻撃を仕掛けるぞ。さすがだな。いい働きをする。どうだ、俺は強いだろうが。Thank you.
けるんだ。張り合おうってだけはある。困るね、予定と違うじゃない。助けてもらわねえと生きていけねえ。俺にできんのは勝つことだけだ。負けんの本気知って知るべし。ここは俺たちがもらった。ムギチワン頑張れ、その調子よ。みてえだな。
に負けちゃいけない戦い、それがこれなんだ。よし行こう。破れた以上、飛行。そうだ、これは強いだろうが。面白いところに出たもんだな。少し低下してやるとすっか。決まった分はきっちり返すぞ。強いか確かめてみるか。
けにはいかねえんだよ。あ、ごめん、お前強いから本気出しちまった。ってことねえよ。すぐ戻る。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ。俺にできんのは勝つことだけだ。よし、やったか。死んで骨だけブロック、参ります。骸骨だけに。俺が強いのは知ってんだろ。スーパーストーン。そっちに行った方が良さそうね。さあ、ドイツから行こうか。負ける気がしねえ。ルフィすげえ。わが俺たちの船長だ。あの程度の敵にやられやって。すぐに、バネバネの身の能力、てめえの目で追えるか。全力の勝負だ。言い抜くなよ。すぐに。
みんなの役に立つんだ。俺が万能薬になるんだ。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ。俺にできんのは勝つことだけだ。千人をぶちのめす無双の武力いいじゃねえか。敵には回したくなかったぜ。ここは俺たちがもらった。あら、強いね。ガスだ。扉行き。ラプル。